皆さんどうも。今回は J1 第30節の名古屋グランパス対サンフレッチェ広島のマッチレビューを行っていこうと思いますので、最後までお付き合いいただけると嬉しいです。では早速やっていきます。まずは、サンフレッチェ広島のプレッシングについてを考えていこうと思います。特に前半は少しプレッシングがはまらなかった印象を僕は受けました。基本的にここにあるように、2トップで、中谷選手、チアゴ選手、藤井選手に、プレッシングを、まあ制限をかけていく形を取っていく中で、まあ、ここにあるように稲垣選手と森島選手、で、相馬選手、三田選手、森下選手、柏選手、ここをしっかり当てはめていくことを、サンフレッチェ広島は行っていました。まあその中で、松本選手と野津田選手が、このセンターバックのところまで出ていくことっていうのは、たびたびあったんですけど、これを行っているのは、まあ、若干、藤井選手だったり中谷選手が幅を作った時に、ここの遅れ、ビエール選手だったり、ベンカリファ選手のプレスの遅れだったり、まあ、起点を作られることを嫌って、松本選手だったり野津田選手が、まあ、制限をかけて、まあ、ポイントを作らせないようにするっていう風なことが多少なりともあったように思います。まあ、ここはあまり、設定しているプレッシングではなくて、まあ、動かされてしまっていたよっていうのが、多分サンフレッチェ広島サイドからすると、感じていたことなんじゃないかなと思います。で、基本的にじゃあどのように剥がされてしまっていたか、まあ、なぜプレッシングがはまらなかったのかっていうと、まあ、ここにあるようにここの3枚でチアゴ選手、藤井選手、ランゲラック選手の3枚でボールをまあ循環させていく中でビエラ選手とベンカリファー選手をまあこのように動かされた時に、まあこの中谷選手、まあ、逆だったら藤井選手がかなり幅を作ってボールを持った時に、プレッシングを回避されることが多くありました。まあ、ここの稲垣選手と森島選手は、まあ、ここで、稲垣選手が森島選手を止めているので、まあ、ここの距離が長くなっていたことっていうのも、まあ、一つ、プレッシング、まあ、中谷選手に対して牽制をかけれない大きな要因になっていたと思います。で、プラス長木選手と森下選手がそれぞれ野津田選手と柏選手を止めている中で、ここまで出てくることっていうのは、なかなか難しかったこと。で、先ほども述べたんですけど、野津田選手がここまで出てくることはあったんですけど、そうすると松本選手がずれてきてっていう風な形を取りつつ、前進を食い止めようとしていたんですが、プレッシングをはめ込もうとしていたんですが、それもなかなかできない理由が次にあります。まあ、このように、まあ、基本的に仙藤選手が結構降りてくる、352の2トップに入った仙藤選手が降りてくる中で、まあ、ここの野津田選手に対して長木選手と仙藤選手が、数的優位の状態、まあ、野津田選手が数的不利な状態になるのって、基本的に、野津田選手がここまで出ていくことっていうのは難しくなっていました。まあ、その代わり柏選手がジャンプして出ていくことで、まあ、一つ一つ、まあ、このようにずれていくことを行っていたんですけど、まあ、ここで、基本的に長井選手がいることで背後を、長井グランパスは考えるんですけど、その中で内田選手は結構寄ってくることが多くありました。まあ、だからここの赤丸、まあ、ここにあるように、名古屋グランパスはここでスペースを、内田選手のところでスペースを得ることができていましたし、逆にサンフレッチェ広島はここのスペースをうまく使われてしまって、相馬選手対三田選手のここの 1v1 を作られてしまうっていうのは、かなり多く起こっていた現象でした。じゃあそこの、持っていき方として、まあ、仙藤選手だったり長木選手にボールを入れられた時に、まあ、レイオフの形を作られてしまって、こっち側にボールを持っていかれてしまう。そうすると、まあ、塩谷選手の管理外にいる内田選手なんで、ここまで出ていってしまうと、まあ、長井選手がいる分、やっぱりこういうパスで、逃げられてしまう、背後を取られて、まあ、一気にゴールまで向かわれてしまうので、基本的に塩谷選手、まあ、逆の場合だったら佐々木選手がステイをして、まずは遅らせることっていうのを行っていきます。まあ、そうすると、まあ、内田選手は、相馬選手にボールを出すことで、1v1 を作られてしまうので、まあ、この試合、三田選手かなり、相馬選手を止めていましたけど、やっぱり相馬選手、とてもとても、ドリブルのキレもあって、まあ、推進力がある分、三田選手はめちゃめちゃ苦戦していたと思いますし、まあ、何度も何度もここまで入られてクロスを上げられるシーンっていうのはあったので、相当三田選手は、守備でも気を使わないといけない状態になっていて、特に前半は、
まあ、プレスの修正をするまではここに逃げられてしまう、もしくはこういうパスで逃げられてしまう、野津田選手がこっち側に行けば、まあ、ここの先頭選手がフリーになってし、松本選手を横に動かされてこっち側に逃げられてしまうっていうような形も、まあ、多々ありましたので、まあ、少しプレッシングのところでサンフレッチェ広島は特に前半は苦しんでいたんじゃないかなと思いました。で、まあ、ここにあるように塩谷選手と内田選手が、まあ、内田選手が塩谷選手の、管理外にいることでここで1対1を作られてしまうよっていう風な形を、まあ、主に作られていたんじゃないかなと思いました。では、後半に入って、まあ、エゼキエウ選手が入ってきてからなんですけど、まあ、ここから、プレスの修正を行っていきます。で、どのような修正を行ったかっていうと、まあ、まず3トップにすることで、藤井選手、チアゴ選手、中谷選手に対して、森島選手、ビエイラ選手、エゼキエウ選手を当てはめることを行います。で、さらに、稲垣選手には野津田選手をしっかりと、押し出して、まあ、ここの4枚に対してしっかりと、人を捕まえていくこと。で、川村選手、まあ、逆だったら野津田選手のこともあったんですけど、野津田選手、川村選手が1枚残ることで、まあ、ここの4枚のカバーリングを行うこと。で、まあ、相変わらずここはしっかりと捕まえていく中で、一番大きく変わったのが、この内田選手、長木選手、インサイドハーフの選手に対しては、佐々木選手だったり塩谷選手がしっかりとぶつかって、ここで潰していくよっていう風な形を、作り出すことができるようになっていました。まあ、その中で、まあ、このように中谷選手にボールが入った時に、まあ、ここでボールを持った時、エズキエル選手がしっかりとプレッシングをかけていくことって、で、野津田選手も、横ずれをして稲垣選手を捕まえながら、長木選手も消しながらっていう風な形を取っていって、で、長木選手に入れば佐々木選手が出てくるので、その分、河村選手がしっかりと降りて、まあ、ここのカバーリングを行うよっていう風な形。まあ、当然、荒木選手も塩谷選手も、三田選手もしっかりと、スライドをして、カバーリングを行っていくんですけど、後半になって確実にここでボールを回収することが、サンフレッチェ広島はできるようになっていました。で、これが割とハマっていく中で、しっかりとボールを奪って簡単に出ることもできていましたし、まあ、名古屋グランパスがレオナルド選手たちを入れたのは、確実に下のパスじゃなくて、もう上で、ここのポイントを作っていこうっていうような形を考えていたからだと思います。はい。で、これがサンフレッチェ広島が前半プレスがはまらなかった理由。で、後半のプレスの修正はどのようにしたのかっていう風な話でした。はい。では、次はサンフレッチェ広島の保持の局面についてを考えていこうと思います。まあ、これは基本的に僕の印象ではめちゃめちゃうまくいっていたんじゃないかなと思いました。まあ、セカンドラインを超えるまではっていう話ですけど、まあ、これは、まあ、長井選手、仙藤選手が野津田選手、松本選手を消しながら、この3センターバックに向かっていくよっていう中で、内田選手と長木選手が、まあ、インサイドハーフの選手が、ボールサイドの、センターバックまで出ていくよっていうような形を取りつつ、で、長木選手が、まあ、内田選手と長木選手が出ていった中の、まあ、カバーリングをしっかりと行っていく。で、当然、ウィングバックはウィングバック。で、ツートップは3センターバックでしっかりと数的優位を作った状態で、守備を行っていました。で、どこで奪いたいかっていうと、ここの3枚で、しっかりと跳ね返すことを、まずは第一に考えていたんですけど、まあ、この稲垣選手がしっかりと、ボールをハントすることができる選手なので、彼がしっかりと、内田選手が出てって、まあ、もしくは長木選手が出てって、佐々木選手、塩谷選手から入ってくるボールをしっかりと、まあ、カットして、そのまま、ゴールに向かっていくよっていう風な形を作り出していました。で、これに対してサンフレッチェ広島は、基本的に内田選手と塩谷選手、距離を作りながら、で、なおかつ、長井選手が野津田選手を割と見るような形だったんですけど、野津田選手のサポートがめちゃめちゃうまいんで、彼が結構長井選手の管理外に行くことで、まあ、ここが一つフリーになることっていうのはありました。で、内田選手と塩谷選手が、ここの距離がある分、インサイドハーフとセンターバックの距離がある分、塩谷選手だったり佐々木選手は割と時間を持って、で、前向きにボールを持つことっていうのはかなり叶っていたんじゃないかなと思います。で、そこから差し込めるのが佐々木選手だったり塩谷選手なんですけど、まあ、このように、野津田選手がここでボールを
受けることもできていましたし、これはさっき言った永井選手の管理の外に出ることって、まあ、マークの受け渡しを強要させることを、野添選手は行うことができていたので、ここで、まあ、この空間でボールを、この白の空間でボールを引き取ること、まあ、もしくはボールを扱うことが誰かができるようになっていました。じゃあどのようにそれを作っていたかっていうと、まあ、このような形です。まあ、さっき言った塩谷選手と内田選手が距離があるので、で塩谷選手からベンカリファー選手に一気に、縦パスを打ち込むことっていうのはかなりかなっていました。で、名古屋グランパスは稲垣選手の周辺、まあ、脇のスペースをしっかりと藤井選手と中谷選手が出ていって埋めることで、潰し切ることができるんですけど、ベンカリファー選手も森島選手も、まあ、ボールの扱いがかなり上手い中で、まあ、ポストプレーも上手ですし、引き取る場所も上手いので、割と、レイオフの形で、まあ、入ってくる松本選手が、ボールを受け取ること、引き取ることができるようになっていました。で、これで一つ一つずらしていくんですけど、ここから多分サンフレッチェ広島の戦い方の違いが若干見えていて、まあ、ここ最近、今までだったらこのレイオフを作った時点で割とウィングバックだったりセンタートップがこのように抜けていくことが多かったんですけど、一つ、もう一つ手間をかけて、前進をしていこうっていう風な気概が最近なんか見えるなっていうのが僕の印象です。これは多分3試合ぐらい行って、作っていることなんで、まあ、来季に向けてだったり、これからの戦い方を広げるために、このような選択をしているんじゃないのかなと思いました。まあ、だからいつもよりも、まあ、ここ最近はスピード感が感じれないなっていうのは、正直思うところではありますが、まあ、その分丁寧に繋いでいく中で全体をプッシュアップしていくこともできていますし、まあ、後半なんか見てもらったらわかるんですけど、もっと背後を狙っていくっていうのが三田選手だったり、柏選手も出てきていたので、これはもう意図的に前半は、作っていく、一手間多く作っていくっていうのを、スキップさんが指示していたんじゃないかなと思いました。まあ、これは戦い方を広げるために、このような選択をしていたんだと思います。はい。で、このようにして全体を上げていくんですけど、さっき言った、一手間かける分で、名古屋グランパスの押し下げがかなり早いので、バイタルを締めることっていうのがめちゃめちゃ早かったですし、とても上手かったのって、このように名古屋グランパスがスペースがない状態を作り出すのって、サンフレッチェ広島はとても苦戦していた印象です。で、背後を取ろうにも、もうかなりラインを下げて、まあ、ここのスペースっていうのを消されているので、まあ、クロスからの攻撃、まあ、もしくは、まあ、コンビネーションからの攻撃っていうふうな形だったんですけど、まあ、シュートブロックだったり最後のところはかなり分厚いので、なかなかシュートシーンも生まれなかったですし、まあ、とても難しい試合になっていたんじゃないかなと感じるものでした。はい。で、まあ、基本的にうまくいってたんですけど、後半からちょっと絡み方を、ビルドアップの絡み方を変えていたので、背後を取れる選手が多く増えていった、いっていたんですけど、じゃあどのように絡み方を変えていたかっていうと、まあ、基本的に最初は4枚だったんですけど、5枚に、土台を変えていた印象です。まあ、これは、まあ、このパターンと、このパターンの2つのパターンがあるんですけど、まあ、1つ目のパターンは、3センターバックと2センターハーフの形で、まあ、ここの空間をしっかりと使っていく中で誰かを引っ張り出しといて、でウィングバックがかなり高い位置を取るので、まあ、そのウィングバックが背後を取っていくよっていう風な形と、もう1つが、まあ、この形です。ウィングバックが手前に降りてくることって川村選手が1つ高い位置を取りつつ、まあ、こういう形でボールを持った時に、川村選手が背後を取っていくよっていう風な形を、作り出すことができるようになっていました。まあ、特にエゼキエウ選手が入ってきてからはエゼキエウ選手の、列の上り下りっていうのがとても上手ですし、彼のスペースの作り方がめちゃめちゃ上手なので、でなおかつボールを失わないので川村選手がしっかりと出ていくスペースだったり、まあ、森島選手、ビエラ選手ももちろん出ていくことができるので、そのようにして、背後を取っていくっていうのを意識しながらよりスピード感のある攻撃を仕掛けることができていました。まあ、ビエラ選手が入ってからもそのような攻撃を仕掛けていく中で、もう少しで、あと一歩のところでゴールを奪うことができそうだったんですけど、まあ、それでもやっぱ名古屋グランパスの守備は硬かったですし、
まあ、連敗を止めることができたのはかなりポジティブな要素だと思いましたし、まあ、これから新しい来シーズンに向けても多分、スケペさんは考えていると思いますので、その中でしっかりと戦い方を広げながら、なおかつ勝ち点を拾うことができたのは、とてもとてもポジティブに考えていいことなんじゃないかなと思いました。はい。まあ、できるなら勝ち点3が欲しかったですが、まあ、とても、僕的にはポジティブに捉えていますし、21日のルヴァンカップもしっかりと、ルヴァンカップでしっかりと、勝利を取り戻して、ルヴァンと天皇杯取れれば、今シーズンはもう大成功になるんじゃないかなと思います。はい。まあ、これからもしっかりとサンフレッチェ広島を応援していこうと思いますので、ぜひ皆さんもサンフレッチェ広島の試合めちゃめちゃ面白いので見てみてはいかがでしょうか。はい。本日も長々と喋らせていただきましたが、今日はこの辺りで終わろうと思います。チャンネル登録と高評価していただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。